安全とセキュリティコースへようこそ。このコースでは業務中に安全を保ち怪我をしないようにするために大切なことを掘り下げて学んでいきます。まずはスタートをクリックし、このページから各レッスンを選択してください。レッスン1、怪我の予防について。その原因について各項目をクリックし、どうすれば予防できるか確かめてみましょう。おめでとうございます。以上で全てのコースが終了です。終了するをクリックしてください。これで安全です。